次に紹介する漫画は、ランウェイで笑って8巻。犬や言葉の作品、あの、作品ですね。あの、これ、7巻で、あの、まあ、まあ、とは、あの、主人公のイクとは、あの、長谷川心っていう、まあ、すごいなんか、あの、才能のある、なんか、モデルの卵なんですけど、この長谷川心は、あの、デザイナーになりたいと言って、すごい頑張ってるんですけど、周りはモデルにしたいから、イクとに、 あの、デザイナーの意味を諦めるようにって、あの、説得するようにと、まあ、お金を握らせようとしてくるんですよ。で、すごいなんかあのー、もう悩んでる時に、あのー富あ、富士と、千雪、富士と、千のお父さんが幾度、幾藤の、の前作った服を200万円で買い取らせてほしいということで、この問題は解決して、あのー、何の悩みもなく、あのー、長谷川心と、あのー、まあ、 デザイナーとして、あの、まあそういう、ランウェイで、あの、勝負することができて、まあ、もうこの八巻がその勝負の舞台なんですけど、まあ、すごい面白かったですし、まあ、デザイナーの漫画なんだから当たり前なん,なんですけど、絵が綺麗まあ、絵がきれないファッションデザインの漫画ってありえないとは思うんですけど、まあ、この絵あ、あんまり見せすぎるとバンされちゃうんで、あの、これが、あの、主人公行くとの最後の、まあ、シンプルイズベストで、 出してきたんですね。で、長谷川心は残念ながら多分服のデザインはやっぱ負けるからあのそういう演出に凝ってくるんですよ。ランウェイハンガーを出してくるんですよ。で、ここであのこのランウェイハンガー出した理由も、まあ後で分かってくるんですけど、あの、富士と中期が、まあ158センチしかないんですよ。でも、体のパーツはもうほんと一流モデルと変わらないパーツなので、あの、 この、なんか、ラン、このランウェイハンガーもわざっとちっちゃく作ってるんですよ。それで、あの、富士と地域の、もう158センチのなんか身長を、うまいこと、も隠してるんですけど、でも、これ背が低いだけで、あの子たまにすごいオーラを出すって言って、この <laughs>、この映画すごい気に入ったんですけど、で、あの、ここで終わらせたらいいのに、あの、 二人同時に出てくるんですよ。この181センチの。で、まあ、本人の中、まあ、背を低いことをばらすんですけど、ただ、この、富士と千秋は、背が低いだけ、背が低い以外何の問題もないというか、十分魅力的な女性だっていうことも出して、賞を見事、あの、あの、成功させるんですよ。まあ、結果はあのこの、あの、この二、あの、このデザイン勝負の結果は、休暇にならないとわからないんですけど、大変面白かったです。